今日はブラブリッツ秋田のクラブコミュニケーター前山さんとお送りしておりますので、最新情報をたっぷりとね、はい、聞いていきたいと思います。はい、まだ高知でのキャンプ中ですね、はい、皆さん選手は。はい、高知でもう1ヶ月以上経ちましたね。あ、そうですね。はい、でもまだまだ、はい、バスケットないからそういうの。確かにそうですね。はい、外の競技なので、秋田では今サッカーできないので。雪降ってますから。金かかるな。金かかりますよ、本当に。サポーターの皆さん、はい、あなた方の入場料で、ね、ご協力いただければ。ね、ブラブリッツ秋田はね。はい、そしてキャンプ中ということですが、あの先週は、ね、お写真もいただいてということをあの振り返りましたけれども、前山さんから あの最新の選手情報いかがですか。雰囲気とかどうですかね。雰囲気はすごくいいみたいです。はいはい、で、まあ、あの一体感持ってっていうのはブラブリッツ あの特徴でもあるので、うん、そういったのは去年から引き続き、まあ、いい空気でやれているっていう部分と、はい、あの例年だとキャンプのトレーニングマッチでなかなか勝てないことが多かったので、はいはい、でも今シーズンに関しては、まあ、結果もそこそこいいので、うん、今年はこうその流れに乗って開幕からいけるんじゃないかなっていうところは思ってはいるんですけどね。これ映像残るからね。はい、そうです。当たることを願います。お願いします。こう言ってましたよねって後々言われないように。そうですね。ね、でもその練習試合で、新潟アルビレックスと対戦して2対1で、はいはい、勝利していると、はい、アルビレックス新潟ですね。はい、うん、そうです、はい、ね、というのもありますし、まあ、いろんなチームとも戦って練習試合されて、はい、非公開になってはいるんですけど、はい、まあ、いい結果は、はい、非公開でな、そうです、うんうんうん、情報は出さないように出せる。そうなんですね。すごいな。そうですね。というね、いい状況 で、はい、今季は、はい、あのブラブリッツ秋田は新加入の選手かなり多いじゃないですか。はい、前山さん的に注目の選手とかいらっしゃるんですか。はい、注目の選手はですね、福島ユナイテッド FC から来た諸岡選手って言うんですけど、はいはい、あの運動量豊富で、まあ、あのサポーターの皆さんにイメージしていただきやすいのは、まあ、稲葉選手、はい、去年稲葉選手がまあ中心でセカンドボール拾って守備の中心だったんですけど、うん、その役割を担うのが諸岡選手かなって思ってまして、あの J3 でずっとやってたんですけど、うん、もう J3 ではもう抜群に良くて、はい、もううちに絶対合うって思ってた選手だったので、はい、来てくれて活躍してくれると思います。なるほど、注目です、本当に。はい、だそうです、尾形さん、はい、ね、稲葉選手抜けた時に結構悲しんでたので、うん、はい、そうそう、はい、皆さん、私なくて皆さんもそうですね、はい、でも諸岡選手が活躍期待できそうと、うん、はい、活躍してくれると思います。今前山さん言ったようにね、本当に14人、うん、新しく入ってきた14人とこれ合体しないと、あまりにも中心選手抜けていってますので、はい、ここがいかにあの一緒になるか、うん、それが今話されたように非常にいい感じ、はい、オープンになったのは先ほど言ったように新潟に対しては勝って、うんうん、他の試合でも非常にいい結果は本人言えないんで、はい、私も言えないんだね、非公開だからね。でそういうところはいいかと思います。ほいでね、私がこんな いろんな情報を新聞記事と、はい、少ない情報の中でね、あのこう自分なりにね、こうどういう人がこう入ってくるのかなと、スタメン予想ですか。予想ですね。方法、あのね、なんかこれも残るからすぐ言われるから、ね、残る残るよ。これね、あのチームが 4-4-2 なのでそれに合わせました、うん、去年と一緒だった、うん、前2トップ2人ですね、はい、これは前あの現役の青木と斉藤がそのまま入ってくる可能性がありますね、うんうんうん、それから吉田負けんなよ、うん、これにミッドフィルダー、はい、アウトサイド、はい、外ですね、うん、ここは中村亮太前活躍したね、うんうん、それから沖縄がどのぐらい怪我から復帰して戻ってきてるか、うん、アキレス腱切っちゃった、はいはいはい、あ、アキレス腱、はい、それからミッドフィルダー、ここ、うんと、シゲがやってたとこ、うん、ポジションですので、うんうん、はい、
ここを誰が入ってくるのか、新しい人。この前の新潟戦でやった時に畑選手が得点していますので、はい、その辺入ってくるのかなとか、それとここ の, あの中2人ボランチというんですけれども、うん、藤山が活躍しておりましたね、うん、で どっちになるか分かんないですけども、藤山と諸岡、水谷、この辺がどうなのか、今前山さんがあったように、うん、諸岡選手がどうなのか、うん、あとはディフェンダーですね、中2人、はい、津田 と,、池田が抜けた後、はい、ここが新人入ってくる可能性が、当然加賀選手はきちんとここにいますけれどもね、はいはい、川野か、うん、阿部あたりか、ね、ポジションどうなるか、これセンターバック背が大きい2人ですから、こう入ってます。あとは斉藤選手、あの左で頑張ってくれた、うんうん、それとね、去年あの大学生ながら入ってきた高田選手です。あ、はいはいはい、彼らが、右左は分からないけれども入ってくる確率高いんじゃないのかと。でこうなってくると本当に半々ですよ、半々、うん、ね、去年の選手と新人、 そしてチーパーが、うん、あー情報からいけば過去なのかな、そこあたり分かりませんけど、ね、そういうふうな状況になってくるかと思います、うん。ゴールキーパーもかなり変わりましたね。そうですね、3名、はい、あの、うん、はい、新加入出て行ったので3名また新しく来て、はい、こういうふうな形の流れなのかな、うん、ただこの後当然あのコーチでいろんなことをやっていて、そしてあの初戦に向かっていく、うんうん、そして群馬からまたコーチへ帰ってですね、うん、そしてこういくと、はい、そういう形です、はい、そうです、シーズン始まってもコーチ拠点なので、そうですね、アウェーが続くということで開幕戦は今週の土曜日にもスタートします、はいはい、2月18日にザ・スパックサツ群馬と対戦、うん、はい、そしてアウェーがその後2回続いて3月12日にいよいよホームでジェフユナイテッド千葉と戦いになる、これ勝ちってことですね、うん、はい、勝ちます、お勝ちますちょっと弱々しい感じでしたけど最初中村さんのプレッシャーがちょっとそれだいぶ前からこう準備してきたんだけど、ね、プレッシャーこっから圧がねありますけれども、いやでも期待はできるというチーム状況になっているということですね、はい、はい、で今週末の2月18日の試合は、はい、エリア中市でパブリックビューイング、そうなんですよ、はい、も開催されると、はい、はい、やっぱ外でやるんで天候とかもあるんで、うん、寒いかと思うんですけど、もう開幕戦なのでぜひ皆さんで応援できればと思うんで、はい、来ていただければ助かります、はい、みんなで一緒に見て、はい、応援して盛り上がりたいですね、はい、そして3月12日のホーム開幕戦についても現在やっぱこう企画とかいろいろ練られている段階ですかね、はい、もう様々開幕戦ですので、うん、来ていただいたサポーターの方に楽しんでいただけるように、あの社員が必死に今頑張ってますんで、はい、楽しみにしてもらえればなと思いますいろいろやります、ね、はい、無料招待とかもあるそうですの です、ね、うん、はい、詳しくはブラブリッツ秋田のホームページご覧いただきたいと思います、うんうん、これからもどんどん多分いろんな情報が、はい、ホームについての、更新されていくと思いますので、はい、随時チェックお願いいたします。みんなでブラブリッツ秋田応援していきましょう、はい、中村亮太選手もね、はい、また今季も活躍が期待できそうな感じですか、はい、活躍してくれると思います、はい、右の三笘、はい、右の三笘、中村エリアがあるんですね、そうそうです、もうな、中村ゾーンっていうのがそうできたので、期待していきましょう、そこに吉田が入ってくる、そうですね、そうですね、息子とも両手したいだもん、両手が切り崩して、最後にいぶきがこっちゃんゴールね、今季もそういった2人の活躍シーン、はい、いっぱい見たいですね、はい、椎名ちゃんでも引き続きブラブリッツ秋田を追っていこうと思います、うん、はい、お願いします、はい、みんなで応援していきましょう、はい、さあ、さて、サッカー女子日本代表の嬉しいニュースも届いていますね、はい、そうですね、シービリーブスカップに臨む女子日本代表23名が発表され、なんと秋田市出身のディフェンダー石川リオン選手が選ばれたと、はい、そうですね、はい、女子で
日本代表のフル代表の日の丸つけの初めてなんですよね、秋田出身、この選手はね五所野のスポーツ少年団6年生の時にね、でたまたまあの県内のいい選手10人ぐらい、東北6県から60人ぐらい集まるんですね。そのいろんなトレーニングの中に、日本協会から来ているあの、コーチ、指導者の目に留まってですね、これ将来性あるから、どうだ JFA の、 あの学校、そこに来てみないかという話された時に、あ、じゃあやってみようということで、ここは中学校と高校、これ、一貫教育、ここであの日本のサッカー協会で主催していろんなことをやるわけです、中学から行ったの、はい、中学から行ったの、中学校ね、すごい、で、まあ、中学校から高校上がる時に、そこを辞めて、プロのアンダー組織に入っていく子もいますよ、で高校まで行って、そしてその中で今度はプロに行ったり海外行ったり大学行ったりする子供もいます、そこに入ってたんですね、で高校時代は、フル代表でアンダー20以下10、その代表に入って世界選手権出て、去年はアンダー18ですか、そこで、あの準優勝してるんです、その選手なんですね、で将来性が非常にあると思いますので、こういうところに行ってあのいろんな経験積んで、そしてこう代表、たまたま、女子のワールドカップが近くなってきてますので、その代表になってくれたらいいなと、そういうふうに期待していますね。このシービリーブスカップ、まあ、国際親善大会ではあるんですけれども、はい、ね、一緒にあの参加する国が結構強いところなんですよね、はいはい、当然あのアメリカがあの女子今ナンバーワンですか、はい、世界、そこのセレクトチームですから、はい、その中に入っていく、ブラジルとかドイツとか入ってくる可能、そうですね、アメリカ、ブラジル、カナダ、ああ当然か、カナダはオリンピックもあるし、ね、に日本が入ってきているとの4カ国で戦う親善試合となります。いやではここでまた力をつけて、はい、そして活躍すればワールドカップに選ばれることもあるかもしれないということですね。カモの話はいいなあの選ばれるから頑張ってほしいってことですね絶対入る、そう思ってやっていくですね、まあ、こうやって秋田出身の子があの日本そして世界で活躍していくという姿は嬉しいですね、応援していきたいです。はい、以上尾形隆のサッカーニュースのお時間でした。